YAS32 ネック接合部調整。低い C がちょっと座って抜けちゃうから、ああなんかタンポ劣化してるなみたいな感覚はありますね。コツはいる感じですけど、演奏できる状態ですね。うん、本当になんていうか、本当にこうこもった感じにしちゃうと出にくいっていうのは正直あります。この辺がね長くてやっぱこう動きやすいから、はい、重いオイルを入れてやってあんまり動かないようにしてあるという状態なので、はい、なんかちょっと低音出にくくなったなとかなると、はい、この辺のオイル周りを疑うのが一番いいみたいなので、はい、その時にはオイルを刺す、はい、オイルはどの辺に刺したいんですかね。このまあ普通のいつも通りの場所でいいと思うんですけど、そういうこういう隙間とか、はい、こういうところでいいんですけど、はい、うん、ただまあ一度もこう完全に乾いてるものとかだったら、はい、まあ分解して刺したりした方が早いっていうのはあるので、まあ、他の部分もおそらくちょっと油がまあ乾き気味だと思うんで、うん、まあ、本来だったらこう全部やってあげたりした方がいいだろうとは思うんですけど、今とりあえずここの部分は粘度の高いの入れてるんで、まあ、しかもバラして入れてるんで、まあ、ここに関しては当面は大丈夫と思います。